伏見城を落とした石田三成は、続く久瀬川の戦いでも奇襲により徳川軍を打ち破る。そしてついに家康との決着をつけるべく、決戦の地関ヶ原へと駒を進めた。高所に陣取り地の利を得た三成だが、敵には幼なじみの福島正則の姿がある。東軍について九州へ遠征している加藤清正のことも脳裏をかすめた。それでも三成には義に賛同してくれる同志直江兼続、そして真田幸村がいる。同じ志を掲げ別の戦場で戦う彼らとの絆を信じ、三成は決戦に挑むのだった。第2話、関ヶ原の戦い。数の上ではほぼ互角、大軍を擁す毛利、秀吉様の甥小早川秀明殿の働きが鍵ですな。会津では兼続さんら上杉勢が踏ん張ってますし、徳川の援軍は上田で雪村が食い止めてます。これ以上敵が増えることもないでしょう。佐久間、俺は絶対に負けられない。そしてこの戦場で俺を信じ戦ってくれる皆のためにも、霧が晴れたら総攻撃をかける。皆に伝えてくれ。あ、待て、もう一つ伝えてほしい。共に義の未来へ進もうと。みんな承知してますよ、そんなこと。毛利、島津、浮田、小西、これほどの軍を動かすとは。なればこそ答えられる。三成のあのもののふらの全ての志に。家康さんよ、先陣は俺でいいんだよな。頭でっかちは俺が。慎重にな。敵には我らへの寝返りに応じておる者もおる。秀吉殿の甥小早川秀明をはじめ、毛利の吉川は朽木に脇坂。いつの間にそんな。常々言うておったはず。天下を太平に導くためならば手段を得。けどそれじゃあ三成が。何をためらっておる。主は豊臣を守るため戦うのであろう。三成を討ち、三成の意志を継いで。おお、そうだそうだとも。さあ
何が何でもやってやるぜ。さて、じきに霧も晴れよう。三成の手並み拝見いたそうぞ。太平は破られてはならない。あえて言おう。戦わねばならぬ戦いがあると。我ら生きとし生ける者は皆重き荷を負っておる。乱世に散っていった者たちの夢を未来へとつなぐ絆という荷を。皆の者それぞれの心の中にある大事なものを守りたいという気持ち。俺の友はそれを義と呼んだ。我らは気づかねばならない。我らが望み見ることのかなわなかった太平の未来を確固としたものにせねばならない。今数と力が我らの大事な者たちを踏みにじろうとしている。だが我らの心の中にある義はそれを許しはしない。進め、太平の天下、守るために。進め、太平の天下築くために。
役目、大義で敵将、撃破。約定通り、家康殿に味方するぞ。敵は石田三成だ。バカな、武士様の親族、家康に願いを。失うわけにはいかぬのだ。俺は家康に勝ちたい。力を貸してくれ、左近。今さら何を水くさい。主従となりてより、俺の力は困難です。ありがたい、左近。その言葉が俺の自信となる。あいつに不足なし。いざ、見事鬼田城の戦ぶりよ。
るな。我らも続け。家康殿のご飯、よく分かった。我らは黄金につこう。ドン！この手で時代を！切り開く！こんなにも動じぬとは、三成もよくやる。だが、わしとて皆の志を預かる身、何があろうとも勝ちは譲れぬのだ。なんて大軍だ。こいつは出直すしか道がありませんな。殿は逃げてください。あとは俺が何とかします。
てもらわなくちゃならないことがあるんですよ。どう？西軍の腰が引けてきたか。よし、ここを掴む手はない。家康殿にお味方いたそう。これも全て毛利家のため。命に変えても防いでみせます。この気迫で進む。強い。これはかなわぬ。見事鬼も田城の戦ぶりよ。
か、誰か貸せを頼む。大将がこのざまとは。いや、
今さら謝っても仕方がない。俺たちは道を分かたねばならぬ。もう俺のことはいい。行け。共に逃げては共に捕まるだけだ、バカ。俺たちと誓った義を未来へ貫いてくれ。俺は信じている。このしようもなくすさみきった乱世に疲れ、よどんで腐って諦めた目をした若者が多い中、あなたの澄んだ目に違和感を覚え、知る人になりたくて参りました。それが若さ。たとえその中に少し毒が入っていても、体が丈夫ならなんてことありませんものね。改めてお見知りおきを、綾と申します。上杉謙信の姉にあたります。桃と呼ぶ人もいて、それも気に入っています。桃の花言葉は天下無敵ですから。
関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わる。家康は江戸に幕府を開き、天下は一つとなった。だが豊臣秀頼は徳川に臣下の礼を取ることを良しとせず、両家の溝は深まってゆく。加藤清正らの取りなしで家康と秀頼の会見が実現すると、関係も修復されたかに見えた。だが清正ら豊臣恩子の将が世を去るにつれ、豊臣家は孤立、幕府への対決姿勢を強める。これを見た家康は、秀頼が再建した宝光寺の証明に家康を呪詛する文言があると追求。ついには秀頼の居城大阪城を攻める構えを見せる。秀頼はこれに対抗すべく、旧恩ある大名家に参陣を促し、浪人を集めた。そこには関ヶ原の戦い以来九度山で蟄居を命ぜられていた真田幸村の姿もあった。第3話、大阪冬の陣。雪村殿、参られました。おお、関ヶ原の際、秀忠を足止めした罪で流罪になったと聞いていたが。真田左衛門の助、九度山より参上をつかまつりました。雪村、豊臣恩子の大名が皆家康につく中、よく駆けつけてくれた。もはや家康の意図は明白、幕府の安泰がため豊臣を潰さんとしている。対して我らは難攻不落の大阪城にこもり、家康を迎え撃つべしと表情で決した。籠城は最後の手段、野戦にて時を稼ぎ諸大名を味方につけるべきかと。だが皆が籠城策を主張して譲らぬ。すまぬ、私にもっと力があれば。されは一つだけ申し上げたき儀だ。この大阪城、確かに健城ではございますが、三の丸の南に隙がございます。そこに出城を築き穴を埋めたいのですが、お許しいただけますでしょうか。わかった、そなたの武勇が頼りだ。豊臣を最後まで守ってくれ。九度山での浪人に対し過分なお言葉、もったいないことでございます。かような場を与えられただけでも本望、お気遣いはご無用です。では。
俺は皆一人一人に自らが真に望む道を進んでほしいのだ。この乱世に生まれた一個のもののふとして、私は大阪城へ行きます。戦国を終わらせる。モノノフの意地、貫き通すのみ。大阪城の頼みは雪村と、雪村が出したというあの出世、あなたは。三の丸を抜き、真田丸の裏を狙う気か。戦をはさせぬ。まずい。真田丸の背後がガラ空きになってしまう。この国の命運は真田丸にかかっている。急ぎ敵を追い払わねば。さて、ここも寝て、雪村に挨拶するとしようか。雪村様が危ない、食い止めなきゃ。どうこの気迫で進む。なんて強さだ。見事な武働きよ。敵将撃ち取ったり。いは死なぬ、倒れぬ、屈さぬ。見事であったな。敵将撃破。さあ、相手になるぞ。相手になろうぞ。さあ、相手になるぞ。急げ。寄せる敵を少しでも後退する。あらん限りの部位を見せつければ。あるいは敵将撃破。さあ、敵雪村様、よっ、無茶はしないでください。よっ、安心しろ。
犬死にをするつもりはない。ドン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 敵将撃ち取ったり、あんた一発の死んだねサウリオ。が、勝ち負けは。
わしは勝つためならば、どんな日でも生きた太平の世、ここで手放すわけにはいかぬの。将軍警護だ、我ら急ぎ入れたらすば、あの日はお任せくだされ。おお、みんな自制して残っていてくれたか。おかげで我が陣容は鉄壁よ。ハハ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 。この意地とやらも侮れぬわ。この気迫で進む。強さだ。やるな、我らも続け。この気迫で進む。強い、これはかなわぬ。見事なプロだ。この戦、このまま勝ったとしても徳川が豊臣を生かしておくとは思えぬ。圧倒的な戦力と老獪な戦力、豊臣を徐々に追い詰めるだろう。やはり私に残された道はただ一つ、我が志と命を懸けてこの首を取るのみ。敵将撃破。劣勢だ、まずいな。仕事は厳しい果たせ。
強い。これはかなわぬ。やめらんない。真田の戦、これに見よ。見事な武働きを。押し返せんのか。劣勢だ。まずい。太平の世をなすため、いざ。どうしました？この戦、勝ってはいない。家康公の思惑通りに。状況は変わりません。家康公は豊臣が滅ぶまで何度でもする。この和議もおそらくは最初から織り込み、再戦の最後の戦の日は近い。
反応は鈍い。今のお主は本来なら死体だ。主が追いかけてきたんだ。ここまで拙者に見どころは。いらっしゃいませ。大阪冬の陣、豊臣勢は真田丸の攻防戦などで徳川軍を撃退し大いに揺さぶった。だが立て続けに大筒の砲撃を受けて戦力を消耗。ついに徳川方の出した和議に応じる。その条件に従い真田丸をはじめとする砦や櫓は破壊され、堀は埋め立てられた。明くる年、家康は再び挙兵、丸裸となった大阪城に攻め寄せた。真田幸村ら豊臣軍は悲壮な決意を胸に退去して攻め寄せる徳川軍を迎え撃つ。最終話、大阪夏の陣。兵の数も敵の半分余り。ならば打って出て徳川本陣を突き、家康公の首を取るしかない。雪村様、相手になるぞ。どう？撃傷！
なんて強さだ。やるではないか。我的天啊！
ドン逆角で進む見事な部働きを最後の大戦だ派手に暴れさせてもらうぜ政宗たちの作る未来が見たくてなこっちに加勢させてもらうぜなぜ最後にきっちり果たすぜ押し返せんのか逆で進むね、世の女性のためにもなやるな我らも続き敵将撃破やっYeah.
か、誰か貸しだよ頼む。それすらも破れた。速やかに豊臣の命脈を断つがなさい。よな。この手で時代を。キリフラクエスト。撃破。僕らを押し出した。徳川の存在は使いようがない。我が槍は、魂は。戦いをやめない。物の志を戦火に刻むまで。戦火。戦火。今より父へと前。私は家康の首を取り、あなたの力をお返したい。敵将撃ち取ったり。強い。これはかなわぬ。やるな。我らも続け。敵将撃ち取ったり。今はこう敵将撃ち取ったり。覚悟。我が軍も続くぞ。撃ち取ったり。
田の戦、これに見よ。敗走、敗北。元寇に倒されており、一の元、大一は十分見せたであろう。お主らの戦ぶりは、後世に語り継がれる。約束しよう。お主らの志は、わしが未来へとつなぐ。一歩及ばず、されど悔いなし。一旦引きましょう。戦は決した。雪村、まさに日の元一の強者なり。